ハリウッドの実写版ポケモン映画、ディテクティブピカチュウ、現代に、渡辺謙が、キャストの一人として加わったと、米ハリウッドレポーターが報じた。世界的な人気を誇る日本初のゲーム、ポケットモンスターシリーズ初の実写映画化となる、本作は、ハリウッド版、ゴジラゴジラを手掛けるレジェンダリーピクチャーズが制作。任天堂 3DS 用ソフト、名探偵ピカチュウ。新コンビ誕生？おもとに、ティーンエイジャーの少年が誘拐された父親を探し出すべく、名探偵ピカチュウと組んで、事件解決に挑む様を描く。ネットフリックスオリジナルドラマ、ゲットダウンでブレイクした新生ジャスティス・スミスが、主人公を演じるほか、本年度の賞レースを席巻した、スリービルボードのキャスリン・ニュートンが、ピカチュウたちの冒険を手助けする、生意気なジャーナリスト役、デッドプールのライアン・レイノルズが、モーションキャプチャーでピカチュウを演じることが決まっている。同サイトによれば、渡辺が演じるのは、吉田という名の探偵で、本作のため新たに作り出されたオリジナルキャラクターとのことだが、役どころの詳細については明らかになっていない。モンスターと秘密の書のロブ・レターマン監督がメガホンを取り、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの脚本家、ニコール・パールマンとディズニーチャンネルのアニメ、怪奇ゾーン・グラビティ・フォールズで企画、制作総指揮を務めるアレック・ハーシュが脚本を執筆。A ロンドンで間もなく、撮影がスタートする本作は、2019年5月10日の全米公開を予定している。